で、まあ、こういうその、いわゆる原子力との関わりがそういう原爆から、まあ、生まれてきたわけですけれども、先ほどの山野先生のお話にあったように、まあ、それで原子力の平和利用ということが言われて、まあ、皆さんご承知のように、その原子力発電所というのが使われるような開発されてきて、でしかしやはりその、まあ、もちろん福島のあの事故というのはありますけれども、この原子力、いわゆる核力を使ったエネルギー利用には、まあ、非常に大きな問題点があるというのは皆さんご承知の通りだと思います。まあ、特にですね、先ほど山野先生おっしゃったその超長寿命の核廃棄物をどう処理するか、ということは非常に大きなやはり問題でありまして、で、まあ、現在のシナリオは、まあ、地層処分ということになっております。先ほどの、クローズドサイクル、山野先生クローズサイクルで一部はそのプルトニウムなり MA を処理するんですけれども、最終的にはフィッションプロダクト、核分裂が変が出てきますので、最終的には、まあ、地層処分をするというわけで、でこれはなんか、時事新聞かなんかの 載ってたのを取ってきたんですけれども、例の小泉純一郎元首相が、私は見てきましたと。でこんなフィンランドのですね、オンカロというところに、まあ、地層処分場があるんだけれども、まあ、こんなものはとても大変だと、難しいと、まあ、日本では特にこういうものはダメじゃないかっていうようなことを、まあ、言われて、その非常に大きな反響を呼んで、まあ、もちろん今でも、言われているわけです。で、まあ、地層処分っていうのはもうこれはあまり詳しく言いませんけれども、こんなふうに、粘土みたいなものを入れた後、コンクリートで固めて、こう地下に、地下数百メーターのところに置くという、そういうものですね。で、これは繰り返しになりますけど、先ほど山田先生のおっしゃったお話の中にあった、じゃあそのいわゆる発電炉からですね、生まれる核廃棄物っていうのは大体どんなものかと、重さで分けてみる、それから短寿命のものと長寿命のものを分けてみますと、まあプルトニウム、それから白金系のもの、それから、短寿命の、まあ、大体ハーフライフが100年ぐらいかそれ以下のものというのが、まあウラン1トン、これ 3% の濃縮ウラン、酸化ウランを1トン燃やした時に出る量らしいんですけれども、まあ大多数それが占めて、でところがその非常に長い何千年とか何万年とか、まあ、ものによっては何百万年とか、そういうような非常に長寿命の廃棄物が出る、まあ、いわゆるマイナーアクシニドというもの、それから、まあ、非常に長寿命の、核分裂、まあ、代表的なものはヨウ素の129という、それからあとテクネシウムの99というのがあるんですが、これが、まあ、出ます。で量は、非常にそれほど大きくないんですが、これをどうするか。で、まあ、マイナーアクシニドについては、ごめんなさい、地層処分をしなきゃいけない。で、まあ、もしこの長寿命のものをですね、短寿命化できれば、地層処分は原理的にはですね、不必要になる、不要になるはずであるというわけです。で、まあ、ですからそのいわゆるマイナーアクシニドを短寿命化するという、先ほどからのいわゆる高速炉系、もしくはその加速器駆動、未臨界系、未臨界炉と、そういうものが、まあ、研究をされているわけです。でもこれはもう先ほど山田先生おっしゃったので、もう言いませんけれども、こういうその毒性があって、まあ、1000年ぐらいを境にですね、 MA とそれからロングライフフィッションプロダクト、まあ、特に100、ヨウ素の129っていうのは非常に問題なんですが、そういうものがやっぱりどうしても処理しないといけないというわけです。で、まあ、それで、マイナーアクシニドとかそういう放射性、長寿命の放射性、各種をですね、なんとか短寿命化する、いわゆる、核変換、原子核を変えてしまえ、短寿命のものに変えてしまえという、そういう
ことが言われておりまして、で特にマイナー脂肪のようにその裏よりずっと重たいものはですね、高速の中性子を当てますと核分裂をよく起こします。まあ、その核分裂を起こすということは、まあ、原理的には軽い核に変わるわけですから、まあ、非常にその単寿命化されるということで、まあ、中性子を使ってですね、まあ、特にこの超重核を軽い核単寿命核に変えるということが研究されておりまして、中性子による核廃棄物処理ということで、MA 特にマイナーアクシニオドはですね、高速の中性子場で効率よく核反応、核分裂反応ですね、より核変換に変、核軽元素の核物質に変換するというわけです。で、まあ、じゃあどうやって高速の中性子場を作ればいいか。一つはいわゆる高速増殖炉、門司といわれる高速炉みたいなものでやるということ、それからもう一つは、加速器を火種にして、火種というか中性子源にしてですね、あんまり燃えるとか火とか言わない方がいいみたいなね中性子源として、加速器駆動未輪回路を使うと、まあ、特にですねその燃料にトリウムを使うことができれば、トリウムっていうのは、超ウラン元素ではない、ウラン元素ではないので、まあ、超ウラン元素を作りにくいと、まあ、言われておりますので、まあ、そういう意味ではそういうものを使うといいのではないかということで、加速器駆動未輪回路の研究が非常に進んでやってきております。で、我々の京都大学原子力実験所でもですね、その基礎研究をやっておりますし、原子力機構においてもですね、JPARC という陽子加速器がありますので、それを使った ADS 研究というのも本格的に始まろうとしております。でこれはちょっと専門ではないんですけれども、高速炉で、まあ、今はもうこの絵はある意味で絵に描いた餅なんでしょうけれども、そのこれ福島以前の話なんですが、まあ、順調にその原発がずっと動き続けていたら、もしその高速炉をケース炉に変わって全部取り込んでしまえばですね、さっき言ったそのマイナーアクチニウドはほとんど増えませんよという絵です。でも今はもうなかなかこの絵が描けないので、こういうふうにはならないですね。でこれは原子力機構の JPARC のホームページから取ってきたんですけれども、これは加速器駆動の核廃棄物処理のイメージでありまして、まあ、先ほど山田先生の分離するという、いわゆる群分離という部分がここにありまして、それで分離したものを燃料として加速器駆動原子炉で核分裂させて、より寿命の短い単寿命な核種に変えていくと、まあ、そういうことをやろうというわけです。